写真拡大 DNA118 広島19日横浜 DNA の梶谷隆之外野手が19日横浜スタジアムでの広島戦で2打数2安打5打点の大活躍。チームは延長11回に11対8で勝利した。これで首位巨人とは3ゲーム差まで近づき、20日からは直接対決を迎える。試合前から今日は気合が入ってた、すごい良い一日になりました。意気込んで臨んだ3位広島との直接対決だったが、先発の今永が5回途中7失点で降板。さらに相手先発の床田に封じられ、7点を追う立場となったベンチはやっぱり暗かった。円陣でコーチが声を出していこうと、気持ちで勝ったんじゃないかと思う。6回だ。先頭の宮崎から出塁すると石一、二塁で外が41号スリーラン。なおもチャンスは続き、満塁で代打梶谷がコールされた。自分の好きなところにボールが来たら行こうと思っていた。カーブは頭に入っていなかったけれど、体が反応してくれたと2ボール1ストライクからの4球目を振り抜き、右翼スタンドへ運んだ。さらに8回にも広島が相澤の12号ソロで1点を加えたが、その裏にも打席に立った梶谷は相手投手のフランスワは打ってはいけない高さなどが頭に入っていた。前回打てなかったのでと初球の直球を右前で記事打とし同点に。この1点から延長に入り、外の劇的サヨナラ弾につながった。これ同点打に興奮しない人はいないと思う。やっぱり嬉しいです。興奮しましたと感情を隠さなかった。6回の5号満塁弾で自身通算100号目となった。まず100本も打てるなんて思わなかったし、まさか自分がとプロ入りの時には思わなかった。それが価値のある一打で最高に嬉しい気持ちですと喜びを爆発させていた。カウント編集。